はい、アマリンレッスンです。アドレスですね。これあのここに90度の角度、まあかかとから中指の線の90度、これ私方向で取るんですよ。でですね、5対5、かかとの5対5で、今のその中指の5対5の結んだ線の延長線上にボールを置きます。ですからここの角ですね、ここの角、ここの角が90度になるとスクエアの構えになります。だいたいそういう感じです。続きます。それでですね、クローズスタンスすることもありますよ。でクローズスタンスした時には左足前に出しますから、方向が、まあ、こっちが打つ方向ですね。でそれでですね、やっぱりかかとのラインとその中指つま先のラインを5対5にして結んだ延長線上にボールを置きます。でこれが一番当たる場所なんですね。だから傾斜でも何でもそういうふうにアドレスして打ちます。以上アマリンレッスンでした。